ウォルフガング・アマデウス・モーツァルト、ウォルフガング・アマデウス・モーツァルト、先例、名、ヨハンネス・クリュソストムス・ウォルフガングス・テオフィルス・モザルト、1756年1月27日から1791年12月5日は、オーストリアの学家、ハイドン、ベートーベンと並んで、古典派音楽、ウィーン古典派を代表する一人である。 1756年1月27日、ザルツブルクに生まれる。現在はオーストリアの都市であるが、当時は神聖ローマ帝国領。当時の正式名称は、ドイツ国民の神聖ローマ帝国に属する大主教領であり、オーストリアの前身国家である大公領には含まれていない。この点が現代にまで議論を招いている点は、口実であった。父。 レオポルト・モーツァルトは、もともとは、哲学や歴史を収めるために大学に行ったが、途中から音楽家に転じたという経歴を持つ、ザルツブルクの宮廷作曲家、バイオリニストであった。母は、アンナ・マリー・アペルトルで、7番目の末っ子として、ボルフガングは生まれた。他の5人は、幼児期に死亡し、唯一、5歳上の姉、マリー・アンナだけがいた。 この幼児の低い生存率は当時では普通であった。なお、祖先の姓は、モッツハルとモーツハートである。父、レオポルトは、息子が天才であることを見出し、幼少時から音楽教育を与えた。3歳の時からチェンバロを弾き始め、5歳の時には、最初の作曲を行う、アンダンテハ町長,長 K1A。11歳頃の作曲譜も発見された。父と共に、 音楽家として、ザルツブルク大司教、ヒエロニムスコロレード博の宮廷に仕える一方で、モーツァルト親子は何度もウィーン、パリ、ロンドン、及びイタリア各地に大旅行を行った。これは、振動の演奏を披露したり、より良い就職先を求めたりするためであったが、どこの宮廷でも就職活動に失敗する。1762年1月に、ミュンヘニエ、9月に、 ウィーンにへ旅行した後、10月13日、シェーエンブルン宮殿で、マリア・テレジアの午前で演奏した際、宮殿の床で滑って転んでしまい、6歳のモーツァルトは、その時手を取った7歳の王女マリア・アントーニア、後のマリアントワネットに、大きくなったら、僕のお嫁さんにしてあげると言ったという逸話がある。7歳の時、フランクフルトで演奏した際に、作家のゲーテがたまたまそれを聞き、 そのレベルは、絵画でのラファエロ、文学のシェイクスピアに並ぶと思ったとの地に、改装している。1769年から1771年にかけて、第一回目のイタリア旅行を行い、父と共に、ミラノ、ボローニャ、ローマを巡回する。システィーナ礼拝堂では、門外不出の秘局とされていたグレゴリオ・アレグリ、レゴリオ・アレグリの旧西部のミゼレーレを聞き、 アンプで書き記したと言われる。ナポリでは、数十日に及ぶ滞在を楽しみ、当時大変な話題の発掘されてから間もない古代、ローマ遺跡ポンペイを放ている。イタリア旅行は3度に及ぶが、中でも、ボローニャでは作曲者であり、教師でもあったジョバンニ・バッティスタ・マルティーニ神父に、大移法やポリフォニーの技法を学んだ。教育の成果はすぐに現れなかったが、 15年後の円塾期にモーツァルトは、大移法を中心的な技法としていた。モーツァルトは、ほとんどの音楽教育を外国、または旅行中に受けた。1770年には、ローマ教皇より、黄金白社勲章を授与される。また同年、ボローニャのアカデミアフィラルモニカの会員に選出される。しかしこうした賞賛は、象徴的なものに過ぎず、 例えば同年作曲された初のオペラ、ポントの王、ミトリガーテ K87 は大絶賛されたが、その報酬はわずかなものであった。1777年にはザルツブルクでの職を辞しミュンヘン、ついでマンハイムへ移る。同年10月、パリに行く途中にアウクスブルクに立ち寄り、彼がベーズレと呼んでいたいとこのマリア・アンナ・テーラモーツァルトと再会した。マリアは、 父、レオポルトの弟の娘で、この時、二人は互いに惹かれ、愛、モーツァルトは初めて肉体関係を持った。マンハイムでは、正確な演奏、優雅な音色、クレッシェンドで有名だったマンハイム学派の影響を受ける。モーツァルトは、気取ったマンハイム様式とも呼んでいた。モーツァルトはマリアに未練を残しつつも、マンハイムの音楽家、フリドリン・ウェーバーの娘、アロイジア・ベイバーに恋し、 結婚の計画を立てるが、父、レオポルトは猛然と反対し、1778年2月にはパリ行きを命じる。3月から9月までのパリ滞在は悪夢であった。受け入れ先のシャボ・公爵夫人からは礼遇され、また稼ぎも良くなかった。また自定に招いて演奏させた人々は絶賛するが、報酬は出し惜しみした。公共局第31番に長長。 K297、パリを作曲する。7月3日、同行した母が、パリで死去した。1781年3月、25歳の、モーツァルトは、ザルツブルク大死去、ヒエロニムスコロレドの命令で、ミュンヘンからウィーンへ移るが、5月9日、コロレドと衝突し解雇され、ザルツブルクを出てそのままウィーンに定住を決意する。以降、フリーの音楽家として、演奏会、 オペラの作曲、レッスン、楽譜の出版などで生計を立てていた。翌1782年、父の反対を押し切りコンスタンツェ・ベイバーと結婚する。コンスタンツェはかつてモーツァルトが片思いの恋をした、アロイジア・ベイバーの妹で、マダン・ロイテの作曲家、カール・マリア・フォン・ベイバーの重視であった。この頃から自ら主催の演奏会用に、ピアノ競奏曲の作曲が相次ぐ。 1783年、この頃、ピアノ・ソナタ第11番、トルコ更新曲付きを作曲したと言われる、1778年説も、ある。1785年には、弦楽四重奏曲集をハイドンに検定する、ハイドンセット。2月に、父、レオポルトが、ウィーン訪問した際には、息子の演奏会が盛況なことを喜ぶとともに、ハイドンから、息子の才能について、 賛辞を受ける。ハイドンは2年後の1787年、プラハからのオペラブッファの作曲依頼に対して、自分の代わりに、モーツァルトを推薦した。ハイドンは、もし有力者が彼の才能を理解できるのなら、多くの国々がこの宝石を、自国の頑固な城壁の中に持ち込もうとして来そうだろう、と断言した。1786年5月1日。 オペラ、フィガロの結婚計492オブルク劇場で、初演し、翌年プラハで大ヒットしたためプラハを訪問する。4月にはベートーベンがモーツァルトを訪ねたとされるが、記録はな。5月には、父、レオポルトが死去する。10月には、新作の作曲依頼を受け、オペラ、ドン・ジョバンに計527を作曲し、プラハイ・ステート劇場で初演。モーツァルト自らが指揮を取る。 しかしこの頃から借金依頼を頻繁に行う。1787年8月10日、ウィーンでアイネクライネナハトムジークを作曲。翌1788年には、いわゆる三大公共曲、公共曲第39番、第40番、第41番を作曲する。ウィーンではピアニストとして人気があったが、晩年までの数年間は収入が減り、 借金を求める手紙が残されている。モーツァルト自身の貧困が悪く、老費癖に加えて、高級な仕事に恵まれなかったことが大きな原因であるが、モーツァルトの天才に恐れをなした、宮廷学長、アントニオ・サリエリらのイタリアの音楽貴族たちが裏で、モーツァルトの宴会を妨害したため、収入が激減したとする憶説もある。1790年1月、オペラ、 コジファンツって、女は皆こうしたもの、百5 8 8を初演する。2月には、皇帝ヨーゼフ2世が聖去し、レオポルト2世が即位する。モーツァルトは、フランクフィルトで行われた、戴冠式に同行し、同地で死費を投じて、コンサートを開催し、ピアノ競争曲26番に蝶々百5 3 7戴冠式、同19番へ、蝶々百4 5 9 第2体感式などを演奏するも聴衆は不入りだった。1791年1月、最後のピアノ競争曲となる、第27番、K595 を作曲する。この曲を自ら初演した3月4日のコンサートが、演奏家としてのモーツァルトの最後のステージとなった。7月には、第6子、フランツクサーバー、モーツァルト、モーツァルト2世が誕生する。九月、 プラハで行われた、レオポルト2世のボヘミア王体冠式で、オペラ、皇帝ティートの慈悲百6 2 1を初演。9月30日、シュカネーダーの一座のために、ジング・シュピール、マテキ六6 2 0を作曲、初演するなど作品を次々に書き上げ勢力的に仕事をこなしていたが、9月のプラハ上演の時には、すでに体調を崩し、薬を服用していたという。 体調は11月から悪化し、レクイエム K626 に取り組んでいる、最中の11月20日から病床に付し、2週間後の12月5日0時55分に、ウィーンで死去した。35歳ボーツ。死に際して、聖職者たちが来るのを拒み、周遊の儀は受けていない。この年、レオポルト・ホフマンの推挙でモーツアルトは、ステファン大聖堂の副学長に任ぜられたが、 無休であった。ホフマンは病床にあったため、彼が次期の学長になる望みもあった。しかし、モーツァルトの方が先に死去し、ホフマンが病から回復したため学長に昇進することはなかった。ホフマンの死後に学長を引き継いだのはアルブレヒツベルガーであった。死去する3年前の手紙に自分自身のことを語っている。ヨーロッパ中の宮廷を周遊していた。 小さな男の子だった頃から特別な才能の持ち主だと同じことを言われ続けています。目隠しをされて演奏させられたこともありますし、ありとあらゆる試験をやらされました。こうしたことは長い時間かけて練習すれば簡単にできるようになります。僕が幸運に恵まれていることは認めますが、作曲はまるっきり別の問題です。長年にわたって僕ほど作曲に長い時間と、 膨大な思考を注いできた人は他には一人もいません。有名な巨匠の作品はすべてネミリに研究しました。作曲家であるということは、精力的な思考と何時間にも及ぶ努力を意味するのです。妻、コンスタンツェとの間に4男2女を設けたが、そのうち成人したのはカール・トーマスとフランツ・クサーバーだけで、残りの4人は乳幼児のうちに死亡している。フランツは、 職業音楽家となり、モーツァルト二世を名乗った。成人した二人の男子はどちらも子を残さなかったため、モーツァルトの直系の子孫はいない。症状としては、全身の不死と高熱であったという。ウィーン氏の公式記録では、急性属流心熱とされる。実際の死因は、リ待マチ性炎症熱であったと考えられている。リ待マチには、 幼少期の度重なる旅行生活の中で罹患したとされている。また、医者が死の直前に行った射血が症状を悪化させたとも言われる。モーツァルトは1791年7月に自分がアクアとファーナ、別名ナポリミズとも呼ばれたアヒさんが主要成分の水溶液で、当時の美顔、美白薬だが毒としても有名だったで毒殺されかけていると考え、 それを妻に伝えている。実際、妻の手紙に、私を嫉妬する敵が、ポーク滑裂ツツに毒を入れ、その毒が体中を回り、体が膨れ、体全体が痛み苦しいとまで漏らしていたという。当時は、遺体のむくみが毒殺の証拠だと考えられており、モーツァルトの遺体がひどくむくんでおり、それによって、後日のサリエリに関する噂が一気に広まった。また、 守護ウィーンの新聞は、毒殺されたのではないかと報じた。1820年頃になると、ウィーンでは、ロッシーニを担ぐイタリア派とウェーバーを担ぐドイツ派の、論争、対立の中で、サリエリ・モーツァルトを毒殺したという噂が流行した。サリエリは重度の抑うつ症となり、自分の喉を切ろうとして、数多くの敗人を、また非難されることになった。 この噂にサリエリは1825年に死ぬまで悩まされた。葬儀の日取りは12月6日節と12月7日節の2つがある。遺体はウィーン郊外のサンクトマルクス墓地の共同墓穴に埋葬された。誰も霊宮馬車に同行することを許されなかったため、実際に埋葬された位置は不明である。没後100年の1891年、中央墓地。 ベートーベン、シューベルト、ブラームスら著名音楽家が多数眠る墓地に当時、サンクト・マルクス墓地にあった、モーツァルトの墓とされるものが、記念碑して移動した際、またもや位置がわからなくなってしまった。現在サンクト・マルクス墓地にある、モーツァルトの墓とされるものは、移転後に、墓地の監守が打ち捨てられた他人の墓の一部など、拾い集めて、適当な場所に適当に作ったものである。なお、 サンクトマルクス墓地は1874年に新たな中央墓地が建設されたことをもって新規の受け入れを停止している。ヨハン・シュトラウス二世の弟、ヨーゼフ・シュトラウスも最初はここに埋葬されていた。1909年に中央墓地に移設。現在、国際モーツァルテウム財団、ザルツブルクには、モーツァルトのものとされる頭蓋骨が保管されている。 頭蓋骨に記された由来によれば、埋葬後10年目に、モーツァルトを埋葬した墓地は採用のため整理され、遺骨は散逸し、頭蓋骨だけが保管され、以来複数の所有者の手を経て1902年に、同財団によって収蔵された。遺骨の新丸については、その存在が知られた当初から否定的な見方がいいが、2004年に、ウィーミー科大学の研究チームが、モーツァルトの父、 レオポルド他親族の遺骨の発掘許可を得て、問題の頭蓋骨との DNA 鑑定を行った。検査の結果、頭蓋骨はおば、名の遺骨のいずれとも、遠席関係を認められなかったものの、おばと名とされる遺骨同士も、また遠席関係にないことが判明し、遺骨をめぐる謎は解決されなかった。作品総数は断片も含め900曲以上に及ぶ。作品は、 あらゆるジャンルにわたり、声楽曲、オペラ、教会用の宗教音楽、歌曲などと、気楽曲、公共曲、競奏曲、室内楽曲、クラビーやソナタなどのどちらにも多数の作品が残されている。作品を識別するには、音楽家のルートビヒホン・ケッヘルが分類した、作曲順の目録である、ケッヘル番号、係数字が使われる。 モーツァルト自身は1784年以降に自作の作品目録をつけている。1784年より前の作品やモーツァルト自身の作品目録に載っていない作品には作曲の時期がはっきりしないものもある。最初は父経由でヨハン・ショーベルトなどの当時のヨーロッパで流行した作曲家たちの様式をチェンバロ曲を中心に学んだ。その後、 ヨハン・クリスティアン・バッハの影響をピアノ、還元楽の双方で受けた。後期に入るとハイドンとヨハン・ゼバスティアン・バッハの影響が強い。モーツァルトの作品はほとんどが蝶々で装飾音の多い軽快で優美な曲が多い。聴衆にとっては明るく華やかに聞こえる作品が多い。これは当時の音楽の流行を反映したもので、ロココ様式あるいは ギャラント様式と呼ばれる。彼が主に使用していたピアノの鍵盤が沈む深さは、現代のピアノの約半分であり、非常に軽快に演奏できるものであったことがその作風にも影響を与えた。晩年に向かうにつれて、蝶々の作品であっても、深い悲しみを帯びた作品が増え、しばしば天国的と形容される。また、単調作品は、 非常に少ないながら悲壮かつ哀愁あふれる曲調で、公共曲第40番と単調のように人気が高い。モーツァルトの時代には、ポリフォニー音楽が流行遅れになり、ホモフォニー音楽が支配的になっていた。しかし彼は、J.S. バッハやヘンデルの作品を研究し、公共曲第41番の修学賞のように、大法を活用する手腕があった。 下書きをしない天才とも言われ、モーツァルトが波外れた記憶力を持っていたのは、多くの記録からも確かめられているが、実質譜の中には、完成、未完成曲含めて奏庫及び修正の跡が多く、発されている。人気の高いピアノ競奏曲二十三番については、その数年前に書かれた奏功が発見されている。ただし作曲するのが早かったのは事実であり、 例えば、公共曲第36番は、ンツ滞在中に作曲れたが、父との手紙のやり取りから3日で書き上げたことが、わかっている。公共曲第39番から41番、ジュピターまでの3つの公共曲は6週間で、完成させている。また別の手紙からは、彼が頭の中で公共曲の第一楽章を作曲した後、それを譜面に書き起こしながら、 同時に第二楽章を頭の中で作曲し、今度は第二楽章を書き起こしている間に第三楽章を頭の中で曲したという手順を踏んでいたということが分かっている。モーツァルトの作品の多くは、生計を立てるために注文を受けて書かれたものである。モーツァルトの時代に限らず、何世紀もの間、芸術家は教皇や 権力者などのパトロンに使えることで生計を立ていた。18世紀になってからはパトロンから市場に移ることが徐々に可能になっていく。幼い頃から各地を巡業した理由の一つが就職活動であり、ベートーベンのようにフリーランスとして生きていくことは非常に困難な時代であった。したがってモーツァルトの作品はその時代に要求された内容であり、 例えば、町長の曲が多いのはそれだけ当時は、その注文が多かったことの証でもある。実際、父の死後は依頼者のない作品が生まれている。これは、聴衆の思考に配慮せよとの父による規制がなくなったため、モーツァルト自身の目指す音楽に向かうことが可能になったからである。公共曲などがそれにあたる。思想的には、フリーメイソンがパトロンであったこともあり。 作品では特に魔的、ピアノ競争曲、第20番に、その影響が指摘されている。モーツァルトの洗礼名、ラテン語は、ヨハンネス・クルソストムス・ウォルフガングス・テオフィルス・モザルト、である。当時は、イタリアの音楽家がもてはやされており、モーツァルトは、テオフィルスよりもラテン語で予訳した、アマデウス、を通称として使用していた。ただし、モーツァルトはではなく、イタリア語風のアマデを、 を主に使っていたとも言われ、他フランス語風のアマで、ドイツ語風のゴットリープも用いたことがある。肖像画や銅像ではいずれも、振動にふさわしい淡麗な顔や表情、体型をしており、子供の姿で描写されたものも多いが、実際の用紙に関しては、諸説ある。最初の電気作者によれば、身体的に見て、小柄で顔つきは、楽しげだったが、 情熱的な大きな目を覗けば何一つ、その大きな才能を示すものはなかったという。有力なのは二十一歳の時にかかった天然痘の跡がいくつもあり、丸花で金眼というものである。本当の顔立ちを知る手がかりとなるはずだったデスマスクは彼の死後すぐに制作を依頼し、美術陳列館の首都リテッツ白尺に、 石膏で肩取られたことが、義前のゾフィー・ハイブルにより証言されているが、その後は、行方不明になり、現在まで発見されていない。19世紀後半には、葬儀の後の整理の際、コンスタンツェがうっかり落として、割ってしまったと語られ、未だに、事実のように伝えられているが、実際には、そのような記録はなく、憶測に過ぎない。体育に関しても、小男である。 肥満が著しかったなどと様々な説があったが、検視による実際の身長は163センチであり、当時の西洋人としては中世程度である。左耳は奇形で、大耳は上足と耳たりが欠けていた。この形の耳はモーツァルト児と呼ばれている。また、バッシのフランツも同様の耳をしており、フランツが不義の子であることを否定する根拠になっている。 信頼性があるのは、義兄、アロイジアの夫のヨーゼフランゲによるスケッチである、右下。2006年、ドイツのテレビ局、ZDF が、史上最も偉大な、ドイツ人は誰かというアンケートに、モーツァルトをノミネートしたことに在読、オーストリア大使館が抗議したことから、議論が巻き起こった。ザルツブルクに生まれ、 後世はウィーン住まいであったことを現在の国家に当てはめると大使館の主張には理があるが局側は当時オーストリアという国家は存在しなかったと一周。これに対してオーストリア側はではドイツという名の国家も存在しなかったのだからゲーテはドイツ人ではないと反論した。厳密には当時はハプスブルク家を皇帝にいただいてドイツ国民の神聖ローマ帝国。 これをドイツ帝国と略称することもあるが存続していたが、実態は統率の緩い国家連合と化しており、ナポレオン戦争以後は新しく成立したオーストリア帝国を議長国とするドイツ連邦に衣替えしている。実際の国家主権はその下に属するザルツブルク、大司教領、ウィーンを含むオーストリア大公領、バイエルン、プロイセン、ザクセンなどの大小のドイツ人諸法が持っていた。 そして、このオーストリア大公領が国号でなく、この称号も合わせ持つ神聖ローマ皇帝、ハプスブルク家の実質支配地域という曖昧な存在であったこと、つまり当時この地域に国号はドイツ国民の神聖ローマ帝国しか存在しなかったという点が ZDF の論拠となっている。モーツァルト自身は手紙の中で再三、劣キとしたドイツ人として、 ドイツ民族の栄光に寄与できれば嬉しいなどと繰り返しており、我々、ドイツ人がドイツ風に考え、ドイツ風に演技し、ドイツ語で語り、ドイツ語で歌うことを今やっと始めたのだとすると、それはドイツにとって永遠のお点となるに違いないという強烈なドイツオペラ宣言も行っている。また、ショパンの生前、その小国の新聞が、モーツァルトがドイツ人の誇りなら、 ショパンは、ポーランド人の誇りであると絶賛したのも有名である。ただし、ここで言う、ドイツ人とは、未だ各たる統一国家を持たない18から19世紀に掲げられた大ドイツ主義に基づく、ドイツ人であり、現在の小ドイツ主義をもとにした、ドイツ連邦共和国国民とは異なるものであるとは、言える。また、書簡の中で自らを、オーストリア人と述べる言葉が全くない点も、 上記のような国体情勢、対抗領としてのエリア区分でしかなかった。当時のオーストリアには国家、国民という概念は、希迫だった上に、モーツァルトは、当時はその生きであったザルツブルク出身者であり、オーストリアに在住したのは、最後の10年に過ぎないからは、やむを、エイテンである。同じ論法だとマリア・テレジアもハイドンも、 劣気としたドイツ人だが、こうしたどこまでがドイツ人なのか、ドイツ民族なのか、という問題があるにもかかわらず、これはオーストリア人ヒトラーやイフツロなど、周辺国だけでなく、米国も含まれる海外ドイツ系住民地域など、非常に多くの難しい課題をはらんでいる。結果としてモーツァルトだけがノミネートされたとは、議論を呼ぶことになった。現在はザルツブルクやウィーンで、モーツァルトは、 オーストリア人の英雄として内外に伝えられている。音楽転換、トランペット恐怖症のどちらかが疑われるが、幼い頃に、サイレイや航空機などの大きな音を出すものを嫌う、子供は珍しくない。モーツァルトの文献を探しても、気を症である転換の疑惑に対する言及や暗示は見つかっていないため、彼には持続的な恐怖心があり、それが、 恐怖症へ発展したと考えるのが妥当である。こういった彼の異常な感覚能力についての話は他にも数多く伝えられており、例えばデーンズ・バリントンというイギリスの法律家は、あるロンドン法律協会への手紙にて、モーツァルトが大バッハの未完の風画の主題と展開を完全に記憶しており、いかに即座に再現し、引き置いたかを語っている。巡業と音楽教育の功で触れた。 システィーナ礼拝堂での一件は、モーツァルトの逸話として、非常に有名であるが、それと合わせてこういった、証言の数々は、彼の才能を示す一つの少佐となっている。フルートとハープのための競争曲波長長、K299-5、おさむき。